こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日は切り餅っていう一重仕立てで作るエコバッグっていうの型紙があったんですけど、あれを使いながらですね、もっともっと発展させていって、生地をですね、かなりたくさん種類を使って5種類ですね、これだけ使っていってですね、裏地付きであるものっていうのにまず発展させて、でさらに内袋付きでセキュリティ性を高めるっていうのをやっていきたいと思いますね。そうするとちょっとポケットとか無視で、その本体だけに関するとですね、これでこちらが表地でいきます。これはね、迷彩柄みたいなね、あのちょっと膨れ加工みたいな感じになってるのかな、すごく私が好みの生地で可愛いなと思ったんですけど、迷彩柄がなんかもやっと描かれていて、でどっちかというとメンズライクなんですよね。これがお花とかだとね、ちょっとあのエレガント女性っぽくなるんですけど、まあそういうのちょっとまあ関係なしにね、別にあの女性でもかっこよくモテると思うんですけど、あのこういう迷彩柄のものね。でこれに対して裏地はふんわり感がせっかくあるからってことで、あのこっちのこのグレーですけれどもね、この裏地をあのつけていくっていうことをねやっていくんですね。でこういう生地です。このモヤモヤ、ちょっとチェックも入ってるかもしれないんですけど、モヤモヤっていうのが、まあ、あっちのこれに合うかなと思って、これをね、あの表地と裏地で、これで普通のバッグですよね、トートバッグですよね。でさらに内袋を裏地付きの巾着袋っていうのをあの設置していくもんですから、そうするとですね、裏地付きの巾着袋っていう以上、そのバッグにもう一つバッグが内蔵されている形にするんですね。でそうするとこちらのね、この黒いの、これは表地か裏地かどちらに持っていくんだろうっていうのをね考えた結果としてね、この考え方の一つになるんですけど、これはね表地がいいと思いました。なぜかというと、裏地のあのグレーのところのにのすぐ内側に来るのがこれですよね。これっていうのは暗い感じ、これで暗い感じの中身になるので、自分から見た使い勝手の良さとセキュリティ性の高さっていうのは、ちょっとあくまでもそういうあのスリとかね、そういうのに合う、そのそちら側から見た感じっていうのと見方がちょっと違うんですよね。でそうすると、自分から見た時にはパッと中身の巾着袋を開けた時の中の広がり具合は、自分にとっては見やすい方が使い勝手がいいじゃないですか。そうすると内側が黒いというよりは、内側はまあ明るくした方がいいんですよ。これはね、いろんな人がカバンをに対する過去の経験とかを元にしたね、あのなんかデータをちょっとあの本当最初の頃、2018年5年ぐらい前ですかね、5、6年前の時に、最初の頃って言ってもハンドメイドバッグを本格的にこういう風に作り始めた最初の頃っていうことで、2018年の頃にネットでね、いろいろ調べてみたんですよね。そのバッグに対する不平不満とかそういうのをね、拝見させていただいた時に、内側が広がって明るく見えるのがいいとおっしゃってた意見がね、あの、あったのがなるほどと思ったんですよね。そうすると覗くときにこちらが内側に行った方がいいんです。そうするとパーッと広がるから物が見つけやすいっていうのは、それは自分から見たあの場面ですよね。自分にとっての、 あの好都合であるっていうのが、内側が明るく広がっている、それなんだけど、外側としてはあの中身が何が入っているか見えにくいようにするっていうのは、そういうスリとかの対策にはこの黒い色の方がいいから、ここで決まってくるわけです。これがあの内袋の表側で、内袋の内側っていう風で決まりますね。そうすると同じパーツがですね、もう4種類、これでもう4つですね、4つこれで決まりました。もうここで4種類出てきたわけですよ。同じ型紙を同じこと4つやるみたいな、なんかね、そういう感じになっていくわけです。すごい構造、内側にまた1つあの入れ物があってみたいな構造で、
そういう風に作っていく、ちょっとね立体構造になるんですよね。でここで本体がこれでもう終わりましたので、これで揃ったわけですね。そうするとじゃあポケットとかそういうパーツに行きますね、次はね。じゃあ次パーツのご紹介に行きます。はい、でポケットはもうこれ出しっぱなしにしましたわ。でポケットは2個つけたいと思うんです、このバッグの中でね。まあ、ね、ポケットの話もいくつもポケットをつけるのがいいかっていうと、それもねちょっと面白いエピソードをね見つけたんですけれども、ネットで。それはポケットがねものすごくたくさんついているバッグを家族の中で使い回ししてたんです。で、この今日はお父さん今日はお母さんっていう感じで旅行に行く人ね、そしたら必ずその旅行に行った後に必ず何か一つなくなるらしいんですよ。鍵だったかな、鍵がなくなるみたいな感じで、で大騒動になるっていう風で出てこないんですって、やっぱり最終的に。そうするとそのバッグっていうのが誰が使っても鍵がなくなっちゃうから呪われたバッグと言われているみたいな感じのエピソードがあって、多分ですけどポケット作りすぎてどこに入れたかの把握が難しすぎることと、もう記憶なくなっちゃうというか、だからポケットたくさんつければいいわけじゃないし、あとポケットの構造で多分複雑すぎてどっかに入っていっちゃうと思うんですよね。だから意外なところに多分本当は残っているんだけど、それ気づかずにっていう感じの複雑すぎる構造なんですよね。やっぱね分かりやすい構造がいいんです。いくらたくさん重なってもね複雑になりすぎると今度自分で把握しきれる範囲超えちゃうんで、そうするとまあ2つまででいいんじゃないかな、ポケットはということになります。あとはですね、内袋を設置することで隙間がいろいろできますから、前面後ろ面あとサイドのところと底のところにもね空間ができるんですね。そうするとポケットがねそんなにあっても自然にできるお部屋に設置できたりするので、まあこの2つでいいだろうということになります。でじゃあこの2つのポケットはそれぞれどこにつけるんだということになるんですけど、まあいろいろ考えながらやっていこうかなとも思ったんですけど、一つね巾着袋につけようかなと思ったんです。こういうふうにつけてクシュッとなる、ただクシュッとなるときにこのポケット邪魔かなとも思ったものの、まあそのこのねポケットの割合もちゃんと考えていますので、それもいいかもしれないくて迷ってるんですけど、とりあえず今のところですね、これ外側ですよね、だから外側のと同じやつを違う風の内側にコントラスト効かせた方がいいということで、ここに一つつけると思うんですよ。この内側のこのここにね、これをここに設置するかななんて思っているっていうことと、もう一つで、そうすると反対側にはこれが黒黒かなと思うから、そうするとコントラスト効かせるんだったら、これも黒だからっていう感じで、その消去法で内部のこの明るく広がっている巾着袋の中にさらに重要なものを入れたいっていうポケットとして、内袋の巾着袋の内側に設置するってどうだろうって言って考えると、コントラストも効いてここ、そして外側というかすぐ入った裏地のとこですね、そこに一つ設置しようかななんて今は思っています。作っていく途中でちょっとね変更があるかもしれませんけどね、そういう感じで2個のポケットを用意するっていうことになりますね。でその後の他のことなんですけど、これはですね内袋の中側のその明るく広がっている裏地にあたるものなんだけど、それと同じ生地を使って、巾着袋の巾着を絞るときに本体を使わずに本体を目いっぱい長さ取っておいて、ちょっとだけ曲げるんですよね。そうするとここにこういう風に設置するタイプのタグですね、最近私がよく作ってご紹介してるやつなんですけど、これでギュッと絞るやつのタグを作って、8個2、3、4、5、6、7、8、8個設置しましたので、4個ずつをこういう風に設置して、こんだけ広いとね4個4個で8個っていう感じになるかなと思って、それで設置して巾着ホールにしていくやつですね、これはね。で、あと全部黒のナイロンです、ね、ナイロンとこれと同じポケットと同じ生地なんですけど、これは何かっていう と、支柱ですね、この支柱パーツなんです、この長い。
取っ手はすごく長くてこうなります。で支柱はここに走るやつだから4本です。前後 で取っ手部分は2枚ですね。でこれ接着芯貼ってますからね、全部ね。っていう感じでナイロンでやっていくんですね。でその時のその同じですね、切り持ちっていうのとここのつなぎ部分ができますから、これつなぐんですよね。3つのパーツを真ん中を長いのにして取っ手にして、あとここ支柱にしてっていう感じで3つをつないでいくので、そのつなぎ目のところにかぶせるタブカバーみたいな、カバーのタブとしてこれをスタイリッシュにつけていくんですね、四角くして。その役割のこれです。そうするとこれで全部で5種類の生地を使い終わったなっていうことになるんですけど、どうでしょうかね。なんかそんな感じで作ってみたいと思います。こうやって、ちょっと例になるんですけどね、生地のこのが一気に減っていくっていうか一気に使えますので、長期的になんかある生地がうまくコーディネートできれば、これそんなにいろんな色出てきてませんよね。あの一番外の表地はマルチカラーで迷彩柄なんですけど、なんかその中の色ばかりしか登場してない感じで、あとは黒なんで、そうすると無彩色系の色でね、すっきりとまとまると思うんです。これで5種類の生地を使っているにもかかわらず、割とすっきりとまとまっていくかなと思いますね。でそういう感じになりますので、次回ちょっとこれ前半になっちゃってここで途切れちゃうんですけど、これで今度出来上がりのところをですね、ご紹介できたらと思います。この場面を見ていただいておいて、これがどんな風にどの位置に配置されていくかっていうのって後半でね見ていただけると、そういう比べ方面白いかなと思います。はい、では今日はねこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。